えっと、それでは、そろそろ、おー、ポセッション終了させていただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。はい。それでは、ただいまから、日本記者クラブ主催の立憲民主党代表選に立候補された方々による討論会を行います。 今月9月23日に投開票が行われる一県民主党の代表選挙に候補された4人にお越しいただきましたご存じように代表選今日9月7日に告示され皆さん先ほどお届け出をされたところです登壇者をご紹介します会場の皆さん向かって左側から野田義彦さん枝野幸男さん泉健太さん 吉田晴美さん以上の四方ですえでは主催者を代表し前田博智理事長からご挨拶申し上げますえー、それでは、えー、4人の皆様今日は日本記者クラブにお集まりいただきまして本当にありがとうございます今回の代表選あの考えてみますとですねやっぱり 日本の政治のこう立て直しが求められているという状況の中で迎えたのが、大きな特徴ではないかなと思います。この日本の今、政治の状況、こういうふうにちょっと申し上げましたけれども、あのこの10年余りを振り返ると、ですねやっぱり安倍一強というような言葉が言われたりしました。 一方で野党の存在は残念ながら、霞がちだったと思います。力と政権交代の用意のある野党が存在しないと、ですねやっぱり政治に緊張も生まれませんで、政治の再生も進みません、そういう意味では本日のこの場でですね、さまざまな政策課題、えー、政権交代後の構想、 そして、政治のあるべき姿についてですね、活発なご議論をいただいて、政治の立て直しに向けてですね、本日の討論会が大きな一歩になることを期待したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。えー、では、今日の進行についてご説明いたします。討論会二部構成です。第一部は、基本的な主張と候補者同士の討論です。まず皆さんから立候補に当たっての基本的な主張を伺います。 あらかじめ記入いただいておりますボードを示しながら、お一人一分以内で発言してください。続いて、相談されている皆さん同士の質疑応答をしていただきます。順番に相手を一人指名して質問していただきますので、指名された方はお答えください。そのお答えに対して質問者は一言コメントをお願いします。質問回答は一分以内、コメントは一言簡潔にお願いします。これを二順行います。第2部は、日本記者クラブ企画委員による代表質問です。 代表質問は日本記者クラブ企画委員の代表が担当します。こちらもお答えは1分以内。を原則としますけれども、挙手、あるいはイエス・ノーでお答えいただくこともあります。会場、オンラインでご参加の皆さんが直接される質問される機会はございませんのでご了解ください。皆さんからの質問をお伺いして、代表質問を参考にさせていただきます。会場で質問されたい方は、お配りしている質問カードで質問を寄せください。 オンラインで参加されている方は、ズームの Q&A 機能で質問を寄せてください。質問は会場、オンラインとも第1部の終了まで受け付けます。代表質問者に渡しておきます。なお、第1部の終了予定は13時30分、午後1時30分ごろを予定しています。よろししくお願い,いたします。それでは、 候補者のの皆さんの主張を伺います事前にボードに一番訴えたいことを一言でお書きいただきました。これについてのご説明をお一人1分でお話しください。なお、制限時間は皆さんの前にあるランプ、お知らせします。制限時間の10秒前になったらランプが点滅し始め、制限時間がなくなると点灯したままになります。点灯が始まったら、8件を締めくくってくださいようお願いいたします。 それではまず野田さんから市長をお願いいたします、はい、代表選挙に移行しました野田佳彦ですよろしくお願いをいたします私はめったにない政権を取れるそういう戦災一遇のチャンスだと思っていますこの代表選挙は政権交代前夜のその位置づけの下で論戦を戦わしていきたいと思いますがめったにない戦いは 全力で政権取るという命がけの気持ちでやっていかなければいけないと思っています。政権交代こそが最大の政治改革だと思います。海を本当は出すのは自民党の役割です。当事者はでもできそうもありません。ならば、我々がそれを引き受けて政治を正していく、信頼を取り戻す、その政権交代を実現をしていきたいと思います。私は総理大臣を経験したことがございます。 その先頭に立つととといいううこは、内閣総理大臣を目指すということです。でかつては外交交渉も幾多の経験をさせていただきました。11月にアメリカの大統領も新しい人が選ばれます。あるいはプーチンともかつては議論したことがあります。そうした経験値を生かして政権交代の先頭に立つ、そうした思いをこの文字に託して書かせていただきました。ありがとうございました。 続いて、枝野さん、お願いい。します。はい、ヒューマンエコノミクス、人間中心の経済を掲げています。与党が大逆風なのに、なかなか野党への期待が高まらない、それは野党に政権を預けたら、どんな社会ができるのかというビジョンが見えないからだと私は思います。政権交代に向けて、国民の皆さんの期待を集めるためには、どんな社会を目指すのか、アベノミックスの限界に直面している中、 これに代わる新しい時代のビジョンを示すことが何よりも大切です。失われた30年と言われるこの期間、経済は成長しませんでした。人を切り捨てる、働く人を切り捨てる、こういうやり方ではうまくいかない。規制緩和で競争すれば経済が成長するというのは昭和の改革です。これからは、一人一人を大事にする、人に投資をする、こうした経済や社会のあり方をすることで、 これまで失われてきた30年から日本の経済を立て直す、私はこうした明確なビジョンを掲げることで、国民の皆さんの期待を集め、新しい時代を開く先頭に立っていく決意です。ぜひ皆さん、この国はまだまだ潜在力があります。一人一人、互いに助け合う、一人一人を大切にする社会で、新しい成長を作っていきましょう。ありがとうございました。泉さん、お願いします。 はい私は立憲民主が政権を担うです。改めて全国の皆様に立憲民主党を応援していただいていることに、心から感謝を申し上げます。改めてですが、次が政権前夜というところまで、この党を再生させることができたのならば、それは本当にこの3年間、やり続けてきて意味があった、やってよかったと考えています。そそそのの上で私は立派な先先輩輩たたちちがおらられるだからこそその先輩たちに 支えていただいて、私が政権を担わせていただきたいと考えています。いつまでも過去の経験、実績を、それを繰り返していては、次の世代も伸びてこない。そして、日本の未来を新しい世代、とはいえ私ももう50です。十二分にこの世代が担っていくということが、人口減少社会、地域の衰退、様々な世界の変化に対応できるんだということを私は信じて、これから 立憲民主党が政権になるその決意を語ってまいりますでは吉田さんよろしくお願いします、はい、代表選挙に立候補しました吉田晴美です私の政策は教育かける経済が国民生活の底上げになるということを訴えていきたいと思います教育は時間のかかる課題です でもだからこそ、この代表選挙では、日本が抱えている根本的な時間がかかる、でも大事な政策をしっかり議論させていただきたい。経済をつくるのは人です。その人がどれだけ力があるか、それは教育によって決まります。今、学校現場の子どもたちは、自分らしくありたいと思いながら閉塞感に包まれています。 人のエネルギー。これこそが経済のエネルギー。そしてイノベーションを起こす力。まず、教育から子どもたちに本当に自由な環境を作っていきたい。その人のエネルギーが経済を活性化し、そしてそれが国民生活を底上げしていく。えー、その好循環を作っていくことを訴えていきたいというふうに思います。えー、私はこの議論を通じて、まさに、票にならない。 ごめんなさい、時間です、えー。表にならない、そんなものにも光を当てていきたいと思います。えー、ありがとうございました。では続きまして、これ登壇者同士の質疑応答です。えー、順番、えー、届出ですが一つずれて、枝野さんからお願いしたいと思います。枝野さん、お一方示して質問してください。1分以内でお願いします。どうぞ。はい、あの、野田さんにお尋ねをしたいと思います。えー、野田さんは、分厚い中間層を復活すると、総理の時代から今回もお訴えになっています。 私も全く大賛成であります。私も、分厚い中間層を復活させるためにも、人間中心の経済、人を切り捨てるのではなくて、人に投資をする経済という政策を掲げています。野田さんは、分厚い中間層を復活するために、どういう政策をどういうプロセスで実行しようとしていくのか、そのことを教えていただければと思います。はい、では野田さん、1>, <の>1分以内でお願いします。はい、ごご質問ありがとうございます。 分厚い中間層を掲げた政権でありましたけれどもその後12年経ってむしろ格差は拡大をしてしまったということでありまたこれは日本だけではなくて世界的な課題だというふうに思いますでまずはこぼれ落ちそうな人たち中間層からこぼれ落ちそうな人たちのセーフティーネットを張っていくというのがまず一番最初にやらなければいけないことだと思いますし将来的には不安の一番の要因である 医療であるとか、介護であるとか、保育であるとか、教育、障害者福祉、基本的なサービス、生きていく上で誰もが必要となるサービス、ベーシックサービスをしっかり国が整備をするというのが、あるべき姿でありますが、一挙に整えとするならば、やはり若者の貧困、経済的困窮を正していくところが、まず最初に位置づけなければいけないと思っています。奨学金、給付型奨学金を拡充をするというと,と,ともに、 今は地方で医療や介護や教育分野で、えー、人材不足に陥っていますので、そうした人たちが半分が大体です、ね、えー、奨学金もらいながら勉強しているわけですので、将来、彼らが困るだろうということは間違いありません、そのミスマッチを正していくために、修正をしていくために、自治体が今、競争していますけれども、国が奨学金を肩代わりをするようなやり方をして、若者をサポートしていくと。 いうところから、まずスタートをしなければいけないのではないかと思っています、はい、枝野さん、今の答えについて、一言、コメントお願いしますはい、若者の貧困に対する再分配政策、大変重要だと思いますが、ぜひ、そもそも公共サービスになっている医療、介護、あるいは一次産業などですね、こうした皆さんの所得、これは政治が直接押し上げることができますので、そうした手法で、まずできるところから中間層を取り戻すということをともに進めていければと思っております。はい 次に泉さん、相手を示してください、はいは、えー、私はでは枝野さんを示したいと思います、よろしいですかはい、はい、あの枝野さんの掲げている政策でですね質問があります、一つは、ですね私や野田さんは政策活動費は廃止と書いてるんですが、枝野さん、透明化と書いてます、ここについて改めて廃止ではないのかということが一つ。 そして消費税なんですけれども、枝野さんは発言で、えー、消費税現在税間違いであったということも発言されましたが、今回の政策には給付付き税額控除、えー、消費税5%分の戻し減税策が書いてあります。これはあの我々の党の政策とも沿っていると思うんですが、この財源があるならば、考え方としては食料品の非課税や、あるいは一律減税という考え方も、そら許容できるのか、それともあくまで給付付き税額控除だけなのか。 ここについいいて質問したいと思います、はい、あの我が党としては政策活動費は廃止をするということは当然だと思っています、ただ、法律を通さなければなりません、来あ足元の衆議院選挙で仮に我々が対象したとしてもです、ね、参議院は自民党が圧倒的多数を持っています。 その中で政治改革を一歩ずつ実行していかなければなりません。私は政策活動費も、それから企業団体献金も、直ちに廃止する法律を作るべきだと思いますが、もし自民党が応じない場合でも、せめて一円から透明にしろということを迫る、こうした具体的なプロセスを示しているつもりです。それから消費税についてですが、やはりこれは税,税率そのものを下げてしまうと、 多額の消費をしていただいている、まあ、高額納税者であったり、資産をたくさん持っていただいている方まで,です、ね、その効果が及んでしまいます、今の財政状況と国民生活を考えたら、やはり富裕層には、大分の負担をしていただいて、それを使ってさまざまな施策で下支え、底上げをしていくということが重要だと思っていますので、そうした意味では、所得のない方や中低所得者にターゲットを絞った戻し税方式の方が合理的だというふうに考えています。 まずあの政策活動費についてはです、ねあの、私の執行部で岡田幹事長とともに、立憲民主党としてすでにまあ廃止という形でさせていただいてますので、私は誰が代表になろうとも、立憲民主党はもう政策活動費は使わないんだということは、ぜひ明言をしていくべきだと考えています。で消費税についてはです、ね、党内にもさまざまな議論があって、特に食品に関連して、食品だけのある意味非課税というのも、一つの選択肢であるという考え方はです、ね、やはり私は持っておく。 ことは必要ではないかと考えております以上です、はい、では続いて吉田さん、はい、相手を指名して質問してくださいはい、えー、では、えー、枝野議員に質問させていただきたいと思いますえー、経済成長の鍵私はこれは女性の活躍が一つあると思うんですが 取締役における女性の割合、これが2020年30%だったものが、今、2030年に10年遅れています、これの原因はどう考えられるかというのと、この取締役に女性がいること、これは数字を合わせるだけでは私はいけないというふうに思うんですが、実質的なこの女性が、 社会で働くこと、ジェンダー平等に関して、どういうことが重要と考えていらっしゃるまでで、はいつ私はまず象徴的な話として、選択的夫婦別姓すら実現できていないということが壁になっていると思っています。これはもうすでに経団連すらやれと言っていますし、実は私自身、初当選の時から31年間、このことを最大のテーマに掲げて、実際に議員立法の筆頭提案者にも何度もなってきました。今度こそ実現しななきゃいけないいけと思っています 同時にやはり実際の働き方を変えていかなきゃならない、えー、例えば子育てや介護だとこれ、もちろん男性もやらなければならないんですが、実際には女性が負わされている部分が多いということの中で、例えば私は我が党の会議も、ですね、えー、当たり前のように夕方5時半からやるみたいなことでは、ですねあの子育てや介護などを抱えているそうした皆さん、もちろん当初から計画されていたり、あるいは国会が荒れていたら仕方がないんですけれども、 で,できるだけそうした仕事と家庭の両立ができるようなことを、われわれ自身もやらなきゃならない、例えば8時から会議やってますが、8時からの会議にやろうとすれば、小学校低学年のお子さん抱えている、これは父親も含めて、ですねなかなか家庭生活大変です、まずわれわれ自身の働き方改革を進めて、政治でさえやってるんだからということを、民間企業に迫っていくというようなことも、私は必要だと思っていますでは吉田さん、答えを踏まえてコメントを。はい ありがとうございますそれはもちろん、私も進めていただきたいと思います。私が一つ考えるのは、やはりロールモデル、こうありたい女性が先輩方にもっともっと出てきたら、これは進むのかなということと、やはり仕事の中にもやりがいを感じ、プロとして働いている女性たち、その応援というものが必要だと思いますので、ぜひその視点もお願いいたしますでは、野田さん、相手を示して質問してください。 枝野さんに質問しようと思ったんですけど集中していらっしゃるんで、ちょっとじゃあ、順番変えてですね、じゃあ、泉さんにね、はい、県代表にあのお尋ねをしたいと思います、あの政策論じゃなくてですね、あの私はあの今、政治とカの問題が起こってるのは、結局、総支部とかね、地方でお金集めが大変で、まあ、事実上、個人の中小企業の経営みたいにね、自民党もそうですけど、立憲民主党もそういう厳しい現状があると思うんです。 1で一つのアイデアなんですけど、政党交付金を導入したっていうことは、支部に至るまで、きちっと全国にフランチャイズを作るということであるべきだったんだろうと思います、そうじゃなくて、それぞれが無理してパーティーやって、金休みしてと、あるいは足りないから歳費から寄付をしてというやり方じゃなくて、今、党財政の一番現状を分かってらっしゃるのは泉さんだと思うんで、お聞きしたいんですが、もうちょっと党本部のね、お金を削ってまでも、 県連や総支部にお金回して、もっと自由に地方議員選挙ができるとか、区別を立てられる選挙ができるとかね、というようなフランチャイズ化を私、理想とすべきだと思うんですけれども、可能性どうでしょう。はいありがとうございますあの。よくぞご質問いただきました。あの私はおそらく歴代代表の中で、最も財政の厳しい時に就任をした党代表だと考えてます。借金からのスタートでした それがようやくですね、コツ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 とやってきて、今、次の総選挙を戦えるという状況になってきた、実はあの国会議員、よく車が当たるという言い方をするんですが、私自身、えー、実はその車の使用量も自ら納めて、党の財政に負担をかけないようにということで、今の執行部、みんなもそれをやっているぐらいに、実は党の財政を切り詰めながら、ですね、少しでも多く総支部に回そうということをやってきました。で加えてあの今、 野田候補がおっしゃっていただいたように、あの総支部長のいない、要は衆議院選挙に向かったチャレンジャーがまだ立っていない選挙区にも自治体議員がいてです、ね、その,あの総支部にもぜひ支援が欲しいということで、えー、私の体制でそういう支援の枠組みを作らせてもらいました、それぐらい厳しい中なので、なんとかです、ね、次の総選挙に向けては、これはあの総支部、まあ、総選挙近いと言われてますので、交付金の前倒しも含めて、 今それをやりたいといいととううことを考えています野田さんどぞやはり政党の底力というのは、地方組織が強くなることだと思うんです、国会議員を増やすだけではなくて、地方議員の方がもっともっと増えていく、そして次を目指している総支部長が元気に活動できる環境を整備する、そういうことが大事だと思いますので、あのぜひともどもにそういう方向で頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました では、候補者党首の党の2巡目に入ります、え今度は一つずれて、泉さんからお願いしたいと思います。泉さん、えー、相手を示してください、はいえー。では、野田候補、よろしいでしょうか。はい、はいえー。枝野さんにも質問したことなんですが、やはり消費税のことですね、これ、非常に重要だし、えー、各党も関心を持っている、国民も関心を持っています。その意味でですね、 野田候補も消費税の給付税額控除、この還付については我が党の政策、これを言っていただいているさなかにありますが、これ、やはりそれだけの財源を用意できるのであれば、考え方としては食料品の税率を下げるというのも、やはり同じ検討できる政策ではないかというふうにも考えております。このの点についてて見解、えー、そしてですね、 えー、日銀の、まあ、アコードの見直しということについては、これ、我々立憲民主党、すでに掲げていてです、ね、実質賃金ということを目標に置くべきだと言っています、まさに総理であった野田候補であるからこそ、その現実性について語っていただければと思います、はい、野田さん。ごご質問ありがとうございいまますす、ま、ず消費税についてですけれども あの私は今まで、えー、財務大臣、総理大臣という形で、国家財政を預かる立場を経験をしていますので、経験に引き下げる話を、そうですかと言える立場ではないというか、そういう経験をしています、ただし、いろんなご意見を踏まえながら、柔軟な対応をするあのつもりもあります。で今ののの具体体的なご質問ででうととすね従来かからら社会保障と税の一体改革の頃から 逆進性対策として、軽減税率がいいのか、給付付き税額控除がいいのかという議論してきた歴史があるんですが、その頃からの歴史を踏まえていくと、複数税率にするよりは、むしろ税制というのは所得控除から税額控除へ、給付付き税額控除へとつなげていくのが理想形であるという議論に、うちの党は集約をされてきてたと思います。 もちろん軽減税率の話は否定するものではありませんけれども、複数税率の弊害はこれあえていっぱい言いませんが、一つの考え方だと思いますけれども、その給付税額控除にのっとって、今、消費税還付法案を、ね、出したというのは、我が党の今の到達点だと思いますので、その到達点を踏まえて、議論をこれからも進めていくべきではないのかなと。 いう風に思います。それから一応<え><々>そのまとめていただいて承しました。私はあのアコードは見直すべきだと思うし、今のアコードはもう現状から離れてるし、特に政府の取り組みはやってないんですよで。日銀の独立性を踏まえながら賃金などの要素を入れた。お互いに合意をして、それぞれ頑張るというのをもう一回作り直すべきだと思います。ありがとうございました。泉さん、コメントお願いします。はい。 あのこれ、給付付き税額控除、消費税をですね中低所得者層に向けてにしても、やはりこれ、財源が必要であるので、これはあの国民にとって何が最も 良いのかということをぜひ、全党的にしっかり議論していくということがやはり大事であろうと思います。あの給付付き税額控除は、私自身も党内で訴えてますけれども、やはり分かりにくさということをどう克服するかというのがあります。でアコードは元総理もこうして言っていることですから、ぜひですね我が立憲民主党として、皆で新しいこの金融の姿、国民のための金融ということを訴えていきたいと考えています続いて吉田さん、吉田さん、相手を示して質問してください。ははい、えー、では えー、野田議員に、えー、お伺いしたいと思います。政治と金、まあこれも大変悪い政治の慣習だと思うんですけれども、その他で、えー、野田議員の考える悪い政治の慣習どのようなことがありますでしょうか。野田さんはい。あの慣習というかですね。あの多分、まあ、岸田さんは次あの辞められて。 次の可能性がある人が小泉さんじゃないですか、岸田3世から小泉4世になっていくるんですよね。で、どう見てもやっぱり世襲の議員も優秀な方がいっぱいいるというあの前提ではありますよ、でも考えてみると自民党はその数が多すぎるし、閣僚の半分だし、今回の総裁候補も半分だし、平成を見ていくとね、平成になってから総理大臣になった人で、 世襲じゃなないっ菅さんんだけなんですよということは、これが民の主主義の国家の姿かというと、私はその見直しはすべきであって、もちろん被選挙権は平等ですのでね、それはよく踏まえながらも、これも立憲民主党の到達点として出てきたのは、政治資金の問題からそれを制限していこうと、政治資金というのは非課税ですから、それを相続させないというね、というところからスタート、議論をスタートするというのが一番大事ではないかなと思います。 吉田さんコメントお願いいますはい、ありがとうございますあの相続税が,税がかからないとか、うん、上級国民と言われてしまうような、この政治の慣習というのは、私も改めるべきかと思います。日本独特の部分があるかと思いますけれども、今、時代が変わってきている中ですから、今が政権交代で変えるチャンスではないかと思います、はい、では野田さん、はい、相手を指名して質問してください。 枝野さんとは93年同期当選で、その時は細川内閣の下で、共に政治改革国会を経験をしましたので、政治改革が原点であるというのは、まさに同州の党資だと思いますで。まずは今ね、自民党では政治資金規正法の改正は大甘なものしかできませんでした。それをもっと抜本的な改革をしていくという意味では、これ、枝野さんも書かれているとおりで、まあ、これはほぼ私と同じだと思います。で問題はその先の先政治改革 今、吉田さんから私にも質問ありましたけど私はですね、これまで投票権の拡充が一つの政治改革の歴史だとすると、今度は非選挙権に着目をして、拡充する方向は若い人にチャンスを与えることと、女性にもチャンスを作ること、だから非選挙権の引き下げと、あるいはクオーターの導入、さらに今言ったように、ちょっと世襲の問題も含めて、非選挙権改革がこれからのポイントだと思うんですけれども、枝野さんも政治と 金の問題の先の政治改革はどのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思いますはい、あの接種の禁止に向けた話は全く同意見です、それから女性の政治参画を拡大するために、これ、具体的に私はこれ党内でもすでに超党派の議連で進めてきていただいてますが、特に衆議院が壁ですので、参議院はすでに私が代表のときに候補者半分にすることができました。 衆議院の,あの比例代表の名簿がです、ね、同一順位で全部同じように硬直的に、その中から順番つけなきゃならない、これを奇数当選者には男性の、あ女性の名簿、偶数当選者はあ男性とかと、こういう柔軟性のあるやり方をすれば、少なくとも比例代表では男女の当選者数を一緒にできる。 これ具体的に女性議員を増やすということでこれ実行していきたいというふうに思っています私はやはり投票率を上げることが重要だと思っていて投票率を上げるためにやはり電子投票ただ気をつけなきゃならないのは自分のスマホで家でできるということになるとそれこそ 企業の社長さんが従業員に強制するとか、ですね家族の中で誰かが無理強いするとかということはありますので、でも投票所を山ほど作って、でも電子的にそこで投票するというやり方ならば、投票所を増やすことができますので、これで投票率を劇的に上げれば、私は日本の政治、大きく変わると思っています野田さん、コメントお願いします、はい、あの女性議員を増やしていくための努力は、これ、お互いにちょっとやっていきたいという、知恵を出し合いたいと思いますけれども。 私はあのインターネット選挙を今回、うん、あ,のあえて書いてるんですが、あの在外投票がね、うん、考えると、今、急な解散でね、うん、間に合わないっていうのがあるんですせっかく海外で日本に対する思いを持ってる人が投票できないで、そのためにやっぱりインターネット選挙っていうのは、そこからでもね、うん、また試験的にも導入していくべきではないかなと思いますんで、うん、あのお互いにまた知恵を出していきましょう。はい、ありがとうございましたでは枝野さん、えー、質問あえて示してください。はい じゃあ泉代表にお尋ねします。あの本当に厳しい中で、えー、代表としてこの3年間頑張ってきていただいたことに敬意を表したいと思います。<laughs> えー、一方で、えー、総選挙を目前にする中で、ですね、我が党はもう一段、国民の皆さんの期待を大きく集めていかなければならないのを間違いないと思っています。この3年間の経験を踏まえて、ここから総選挙に向けて、何を変えたり、あるいは何を新しいチャレンジをすることで、えー、国民の期待を集めていくか、その考えを教えてください。 はいかなり率直にお話をしますが、先輩たちにやはり、党が訴えていることと同じ言葉で全国で語ってもらいたい、それが大きいですね、あの確かに皆さん、見守ってくださいました、だけれども、一緒に同じ言葉で全国で熱く語って、それでこそ一体感というのは出てくると思います、人へ未来へまっとうな政治へという言葉で、我々は2年間、全国議員運動を展開してきました。 そこには教育の無償化も入っているし、非正規を正規化するということも入っているし、賃上げも入っているし、そして裏金を許さないということも入っている、そういうフレーズをみんなで作ったときに、全頭的に果たして本当にどこまでみんなが熱心に訴えることができていたのかと、これは今、枝野さんがヒューマンエコノミーとおっしゃって、そして野田さんが分厚い中間層とおっしゃる。だけれども、またフレーズが変わって、 その都度一部の人だけがそのフレーズを使うということでは、ですねやっぱり何を言ったって伝わらないということですから、ぜひこの代表選を経て、私は誰が勝っても、その人が決めたフレーズを使うということも宣言したいなと思いますし、私が勝てばやはり人へ未来へ、まっとうな政治へ、これを訴え続けていきたいと考えています、うん、枝野さん、コメントお願いします。はい、まあ私もあの あの泉代表が使っていた、もっと良い未来へという言葉あの私の演説などでも相当使わせていただいて、できるだけあの共通する言葉を使うようにするということ、大事なことである一方で、ですね、やはり全国の仲間、その地域も違う、それから抱えている政治課題も違う、候補者の年齢から男女、それからキャリアも違うということの中で、私はあの党としてきちっと党の目指すものを明確にすることと、 それから各地域や候補者の特色に合わせた訴え方をすることのあの組み合わせが大事だというふうに思っています。あのまあもちろん、えー、統一的に党の掲げる旗の掲げ方が弱いからを知れないという指摘はあのしっかりと受け止めてやっていかなければならないなと思います。えー、ありがとうございました。えー、ではですね、えー、ここからはですね日本記者クラブ企画員による代表質問を行いたいと思います。 代表質問者を紹介します登壇者の皆さんから向かって右から加納博之さん川上隆さん張間拓司さん辻元博子さん以上の四人です質問に対するお答えは原則一分以内でお答えします でも質問によってはですね、教習ですとか、あるいはイエスノーでお答えいただくこともあります。それでは質問をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えっとまずあの最初にえっと四人の候補の方にお伺いしたいんですけれども、えっともうえっと今自民党今総裁選をやっていて新しい総裁選になるとですね、えー、もうすぐに解散総選挙ということを公約に掲げている方もいらっしゃいます。 えっと早ければ10月末にでも解散・総選挙があるかもしれない、えー、っとその解散・総選挙で政権交代を目指すということで、皆さんよろしいんでしょうか、えー、っと挙手でお願いできますか。はいありがとうございます。じゃあ、あの解散・総選挙で、えー、政権交代を目指すということで、お話を進めさせていただきたいと思います。あのお一人一人、ちょっと聞かせていただきます。あのー、っと まあ、大きなあの裏金問題による政治不信というです、ね、大きな土壌があるということは前提の上でえで、っと、午前中の党、えっと、本部での記者会見でおっしゃられたことも踏まえて、えっと、個別の政策はまたこの後お聞きしますが、次の解散・総選挙で何を一番訴えられるのか、えっと、まず、えっと、最初は、えっと、届け出順にお伺いしたいと思います。 えっと、野田さんは分厚い中間層の復活ということを掲げられていりまして、まあ、さっき枝野さんからの質問が出,出てましたけれども、この中で具体的に何の政策を、えー、次の選挙で訴えられるのかを教えてくださいまずは、こぼれ落ちそうな人たちを支えるためのセーフティーネットをしっかり張り巡らしていくということだって、えー、特に物価高で、えー、困難を極めている人がいるならば、 その人たたちにに対対すす。るるるいいいわゆる給付ななども含めた対応ととうののが最低限必要になってくると思いますでその上で、先ほど申し上げたような、私はあの基本的にはベーシックサービスを充実していく国を目指しますけれども、特に若者の貧困とか、あるいは経済的な困窮については、特に着目して、政策の総動員をしていきたいというふうに考えています。はい。えー まあちょっと個別にまたあとでもう一回お聞きしたいと思います。えー、と江藤さんはヒューマンエコノミズムとおっしゃられてますけれども、この中で何を一番に訴えられて、選挙で何を訴えられますかはい、えー、医療、介護であるとか、非正規の公務員であるとか、あるいは一次産業であるとか、えー、公共サービスの担い手が重労働、低賃金、人手不足で、公共サービス自体の質が落ちています。 こうした皆さんの賃上げは政治が決めなければできませんし、政治が決めればできることです。民間の賃上げも重要ですけれども、民間で賃上げができるのはあ、好調な一部の企業に限られます。だとしたら、まず賃上げをして消費を伸ばしてと。 いう経済の好循環を作るためには政治ができる賃上げ、しかも公共不足している公共サービスを充実させるということですから、すべての皆さんの恩恵につながるということで、私は広い意味での、一次産業などを含めた広い意味での公共サービスの賃上げあるいは所得増につながるような政治としての決定を進めていくべきだと思っています、えっと、そこは最低賃金も入るんですか。もちろんですがただ最低賃金民間の場合は 実際に儲かっていない中小零細企業では、上げたくたって上げられないと、でも一次産業は直接支払いを、制度を拡充すればできますし、それこそ介護や保育などは、肯定価格を上げない限り賃上げはできません、政治が賃金を低く抑えています、こういったところはすぐにでもできる賃上げ策ですから、民間に対して求めるだけではなくて、自らやるべきだと思っていますはい、ありがとうございます。 えと泉さんは日本を伸ばすということをおっしゃられてますけれども、これを具体的な政策として、選挙で訴えられる政策を教えてください。はい。は私はまず一つ、教育の無償化え、そして地域経済、地域産業を伸ばす、このことを特に訴えたいと考えます、えー。特にこの地域産業ということについては、再生可能エネルギー市場ですね、これは住宅、そしてエネルギー関係、中小企業ともに潤う政策になります、また地域循環型でもあります。 もうこの間、疲弊する地域の姿をもう見てきました、人口もどんどん減って、ですねそして耕作放棄地もできている、地域で循環できる経済、それを作っていくために、日本を伸ばしていくということで、全力を尽くして、その施策を展開していきたいと考えますえっとそれはすぐに次の選挙で短期的な目標としてし、具体的策が示されるものでしょうか短期目,的目標という意味で言えば、特に教育の無償化。 これはすぐにやれることですね。今、全国の自治体の3割がすでに教育の無償化を自分の自治体で実施をしていて、もう国でやってほしいという声が上がってますので、この給食費の無償化はまず着手をできることだと考えています。はい、ありがとうございます。えっと吉田さん、えっと教育とけかける経済イコール、国民生活の底上げと。 えとおっしゃられてますけれども、えー、この中で具体的に何をおこの選挙で訴えられるのか、はい、ということ、それともう一つ、えー、っと党本部の記者会見では、えー、っと消費税減税に触れられませんでしたね、えー、っと消費税減税を主張されていたかと思うんですが、そこはなぜなのか、この2点、教えてください。はい えー、まず教育に関しましては、えー、国公立大学の無償化、これを掲げたいと思います。その心は、小学校、中学校、高校、大学まで、公の教育で、どの地域に生まれても、どんな家庭環境であっても、その子が望めば、あらゆる教育を受けられる。 その道筋を示すこと、それが大きな子どもたちの希望になるということです。それはフリースクール、えー、また発達障害の子どもたちも含めての支援になります。それが人のエネルギーを生み、経済、ここを成長していくという考えです。で、経済政策の中で、えー、私が一つ掲げていますのが、全国一律。 最低賃金1500円、全国一律ということをやっていく、これは地域間格差があるものを是正すべ,すべきだという立場です。そしてこれを実行するときに必要なのが、中小企業支援、社会保険料の時限的な免除、それに130万円の壁、これをと撤廃していく、これも含めての支援ということで、えー、やっていきたい、そして国民生活の底上げ。 といいううふうに思っています。消費税に関しまして、最後の2分間の方で発言させていただきました。最後のあ先ほどのの会見ですね。のはい、6分の後に最後2分のところがありまして、えー、食料品、これはあのー、今の物価高で苦し,苦しむ状況ですので、それをお可能にしたいという議論をさせていただきました。す,すみません、はい、ちょっと中継がされてなかったものですから、はい、わかりました。 えっと、もう一度、えっと、皆さんにお聞きしたいんですが、えっと、会場から来ている質問で、他候補にない自分の強みとご自身の課題はという質問が来ています。えっと、順番にお聞きして、えっと、一人ずらして、枝野さんからお伺いします。枝野さん、3年前に選挙で、えっと敗,まあ、敗北としますが、議席を減らしてお辞めになられた。 えっとこの前の記者会見で、3年前の反省と教訓という言葉もお使いになられてますが、本来ならば、この3年間というのは、泉執行部を支える立場ではないではないかなと、私は思うんですけれども、その枝野さんが今回、立候補されるご自身の思い、えー、それから他の候補にない強みは何でしょうか。はい 正直言って何度も申し上げてますが、今回の立候補にはためらいがありました。えー、ただですね、えーまあ、今回が任期満了による選挙であるということ。 3年間、あのまあ、前代表があんまり表に出しゃばるとやりにくいだろうなと思いもありましたので、できるだけあの控えめにしてきたつもりで、そういったやり方で支えてきたつもりでありますが、あのまあ、任期満了でなおかつ自民党と総裁選挙とほぼ同時期に行われるという中で,です、ね、やはりこちらも自民党とは違った意味で、ガチの代表選挙やらなきゃいけないだろうと、やはりあのそれぞれ思いのある人間が、そして20人の支えのある人間がみんな手を挙げて、 きちっと論戦をして、誰が選ばれても、それで頑張ろうということをやらないと、ちょっとなんか、あの、予定調和のような、ぬるま湯のようなことをやってたら、それ自体が国民の期待を集められないと。だとしたら、ご批判はあるだろうけれども、ここは手を挙げさせていただいて、泉代表含めて、こうした形でできたということは良かったと私は思っています。私の他の候補と、 の比べた強み、まあ経験ということで、は野田総理も、あるいはそれ以上にお持ちだと思うんですが、私は、あの自分自身の経験の中でも特に危機に対応した経験、危機に強いというふうに自負しています。一つは東日本大震災の時の官房長官、そして2017年、自分の所属している政党が、 公認候補を出さないというとんでもないことになった希望の騒動、どちらも大変な危機に対してですね、きちっとまあ100点ではないにしても対応することができた、それは自負をしておりますはいありがとうございます。えー、っとじゃあ、泉さん、はいあのー、今回、推薦人集めにだいぶ苦労されたというふうにもお聞きしてますけれども、えー、っとこの3年間の総括、えー、っとですね、えーまあ、自己評価、えー、これをお聞かせくださいはい。 おそらく、野田さんも枝野さんも吉田さんもみんな苦労されたんだと思います、あのそれくらいにあの推薦人っていうのは重たいものであるし、だからこそみんな感謝をして、この戦いやってると思います、であの先ほども言いましたが、私は最も厳しい統制の中からの3年間を担わせていただいて、政権交代前夜と言っていただけるまで、また立憲民主党の候補者が約200名近くまで回復するところまで、 この党を持ってこさせていただいて地方でも自民党に勝てる環境というものも4月の補欠選挙で作らせていただいてで私がずっと引っ張ってきたかといえば実はそうではなくて私はそういう党を作ることができたということでそれを自分の自負としてまた誇りとして思っています私自身みこしのトップで踊りたいということ以上に私自身がみこしを持ち上げる役割でありたいと思っていますからそういう意味では 自分の思い通りのある意味、党運営をやってきたということが考え、あ、まあ、自分として思っているし、これからもみんなを底上げしていく。その大きな役割を果たして、多くの当選者を出していきたいと考えています。はい、ありがとうございます。えっと、吉田さん、えっと、まあ、1回制での立候補で、えっと、これまでの関連にない官僚を破る政治をというふうにおっしゃられてますが、今度の政権交代で。 えー、あごめんなさい、今度の解散・総選挙で政権交代になったら、総理、総選になられます、そのお覚悟はあられるんでしょうか。その覚悟を決めて、この代表選挙に手を挙げています、えっと他の候補との、えー、違い自分、ご自身の強やはりリーダーに必要なことは、すべての政策に精通することではない。 私はないいと思っています当然ながら、自分の得意な分野、そうでない分野がある、でもそれをしっかりと認識し、決断をし、そしてその分野に精通した人は誰かという適任者を選び、そしてそこに任に当たっていただくという、その差配ができることなんではないかというふうに思っています。その意味ではあの、私は等身大で背伸びをしませんが、決断力、そして人を見る目はあるのではないかというふうに思います。 はい、いありがとうございます、えーっと。では野田さん、あのー、今回、かなりためらわれたんではないかなと思います、昔の名前で出ていますという、あれもありましたが、えー、申し訳ないんですけど、どうしても12、えー、2012年の、えー、党首討論で解散、まあ、政権は違いますけれどあ政党は違いますが、民主党がゲイしたときのあの解散の判断というものが、誤りではなかったのかというふうに私は思うんですが、 そこをどう総括されていて、それでなおかつ今回、総裁選にあ、ごめんなさい、代表選に立候補されるう決断、えー、それからご自身の強み、これについてお聞かせください。はい、あの2012年の11月14日に、当時の安倍自民党総裁と党首討論をやった中で、えー、解散を明言をしましたで、その結果、多くの同志を失う結果になりました。 そののことについてはあの痛恨の極みだったと思いますただ、3年3ヶ月、鳩山さんから菅さん、続いて私の段階で、解散のタイミングがどこかで判断しなければいけないときに、あの頃維新が台頭してきた、みんなの党も元気になってきたという中でね、これ以上伸ばしていくこと、野党第一党にもなれないかもしれないという判断があって、議席の減を最小限にするためには、あの段階の、 判断断しかなかなったというのはあの私の決断でありますでも結果のことについては、これは厳しく受け止めなければいけません。だからこそ、だからこそ、政権を取り戻すための今回は先頭に立たなければいけないと決意をしました。えー、非常にこれはあの、自分なりの葛藤、ものすごくありましたけれども、私はやっぱり先頭に立たなければいけないというのは、次は内閣総理大臣になるかもしれない。だととすると さっき申し上げたのは、厳しい決断を含めてね、厳しい判断を積み重ねてきた経験があります。もう自分の後ろには最後に相談する人が誰もいない、その重圧と孤独を耐えてきました。むしろ不人気なことの方が、正しいということもいっぱいあるんですね。そういう経験をしてきたことを、ぜひその経験値を生かしていきたいというふうに考えております。 はいいありがとうございます、えっと、私からもう一問、えっと、今度あと手短に、えー、お答えください、えっと、午前中の会見では野党共闘についてというふうな質問が出ていました、もう,、えっと、もう少し具体的に、維新、共産党と、えっと、次の総選挙ではどう連携、えー、されるのかされないのか、えー、っとそれからあの国民政党、これ、会場からの質問ですが、国民政党を目指すと言われた中道から右を意識した戦略、えっとおっしゃられている方いらっしゃいますが、 これは自民党との違いを分からなくして、長年の支持層の失望をさせる恐れはないのかという質問が来ています。えっと、まず泉さんからですね、はい、まあ維新・共産党との連携について、どうお考えなのか教えてください。私はもうあの、つい最近も各党の党首と意見交換、率直な意見を交わしています。まあ、その意味で、今、維新さんなんかはあ、自分たちで独自でやりたいという思いが非常に強いですね。 また、おそらく彼らも、まあ、第二自民党という言い方を自らしていますけれども、そこはその立憲民主党とやるか、自民党とやるかということの両に並みという姿勢であります。そういうときに、選挙前から立憲民主党が、そこと何かを一緒にやるというのは極めて難しいことではあるし、まず立憲民主党自身が、独自の訴えをちゃんと国民の皆様に示していく、これが大事だと思っています。えー、そして共産党さん。 こちらは本当に裏金問題で、えー、高い評価を得た政党であるし、正義感も強い政党であると思ってますが、やはり大きな国家間、安全保障の考え方では、共に政権を担うことはできないと考えているし、それは共産党さんも同様に考えていると思います。私の立場で言えば、国民民主党と連立を組むということは想定していますが、現時点、それ以上はありません。はい、えーっと、順番で吉田さん、お願いします。はい。はい あの野党間の連携に関しては、私はこの総選挙は、1対1の構図を作るという意味で、選挙協力、これは進めるべきだというふうに思います。ただ、その先にある政権をどう担っていくかというところでの、閣内に入るかどうか、これに関しては、やはり立憲民主党が主導でやるべきであり、立憲民主党の内閣を作りたいというふうに思います。えー、ただその時に数が 足りないどこかと連携しなければいけないということになれば、あらかじめどこと連携するかというのは、事前に国民の皆様にしっかりそれはお示しするというのが義務ではないかというふうに思います選挙までほとんど時間がないと思いますが、その協議はできるというふうにお考えですかいらなければいけません。はいえっと、野田さんや、えーまあ、あやははりり一一対1の構図とととといいいうことをおっしゃらられれていると思いますがそれから、えー、っとやはり中道 を取らなきゃいけないといいけとうことをおっっしゃってる、えー、っとこの中での維新と共産党との対応、それから中道を取るということは、自民党との違いが分かりにくくなるんではないかという質問が来てますが、それはどういうふうにお考えでしょうかあの私はやっぱり今回、千載一遇の、ね、政権を取るチャンスだと受け止めておりますので、だとすると、単独でわれわれが政権取れるならば、 それはベストですけど、そういう現状では私はないと思うんですね。だとすると、野党勢力の議席の最大化を目指して、その上で、自公の過半数割れに追い込むという基本戦略に立つべきだと思います。当然のことながら、だから、一強に対して多弱を作ってきた、いわゆる弱くてバラバラな野党ではいけないんで、それをまとめていく努力というのを、最後の最後までね、諦めずにやっていく。そのためには、 どの野党とも対話のできる環境は常につくっておいて、いつどういう形で連携できるか、これはね、選挙の結果とか、あるいはその前からできるところもあるかもしれませんが、常に対話はできる環境をつくるというのが必要だと思います。なお、今回の戦略はね、やっぱりイメージとして立憲民主党って、リベラルの関係の人とお付き合いするのがうまい人がいっぱいいるけども、もうちょっとまずは国民民主党うまくやってね、 その先の恩憤な保守層まで取りに行くというときに初めて政権取れるチャンスがあると思うんですね。それをやろうとすると大事に第二自民党というレッテル貼られるんですけど、中道でいるんです。でも今回はそちらの視野に向けたメッセージをもっと出さないと政権取りにつながらないのではないかという私は危機感を持っています。はい、えー、っと山さん、えー、っと三、はい、年前の反省という言葉も記者会見同おっしゃられてますが、えー、っと今度はどういう戦略を立てられますか。 はい、あのー、もちろんですね、国会の中における連携であるとか、ですね、それから地域におけるさまざまな積み重ねによる連携ということ、そしてその延長線上で一騎打ち構造が望ましいという基本は、それはその通りだと思うんですが、3年前、私が一番反省をしているのは、あの他党が悪いんじゃなくて、我が党の姿勢としてですね、他党の力を借りなければ選挙戦えないと、一種弱ちく見られるわけですよ、あの野党間の連携が前面に出るとですね。 そんな政党に政権預けて何年間託しますと思っていただけるかといえば、それは私は違うんだと思います。やはり厳しくても自力で国民の支持を得て、そして政権を担い、回していくんだという、まず気概を示さないと。それがスタートライン第一歩だと思うんですが、そこを伝えることができなかったということが反省です。で、その反省があるだけで私がこのことを言うことが大事だというふうに思っています。残念ながら、 個別テーマでは共有するところがたくさんあっても、維新さんとはカジノの問題であったりとか、それから労働規制を緩和するとかですね、方向が違います。あるいは安保や、あるいは天皇制ということで共産党とは全然違います。ですので、できる部分は連携すればいいけれども、包括的な連携は難しい。ただ、国民民主党さんは、労働者のため、働く者の,のための政治という共通点に立っていますので、この点については、これは普段の努力で連携を強めていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。 それではここからは経済政策についてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします先ほどの候補者の皆さん同士の討論でも出てきましたけどもフロアからの質問でも圧倒的に消費税に対する質問が多いものですからそこから伺いたいと思います4人の皆さんの中で食料品のゼロ税率あるいは非課税あるいは場合によっては税率引き下げを少なくとも検討すべきだと思われている方はちょっと挙手をお願いしますか はいいお二人ですすねじゃままず吉吉田田ささんんから伺先ほど、江田さんとの合意事項でも、えー、次元的な消費税率5%減税、それから食品の非課税ということですけどこれは当面の経済対策としてやるべきだということなのか、長期的な税制改革としてやるべきなのか、どちらなんでしょう私は次元的な立場を取っています。まずあの今この3年間、えー、具体的には 消費を喚起する3年間ということを考えておりまして、この時に、特に食料品、これは収入がなかなか低い世帯には大変重い税負担になっています、税の公平性、そして今、一生懸命働いている勤労世帯、現役世帯、まっすぐに家計に響いてくるところですので、これを検討するという立場です。 えー、泉さん、はいえー、仮にこれを、まあ、政策として掲げるとなると、これまでの民主党、立憲民主党の政策からは少し踏み込む形になると思うんですが、これはやはり食料品への,そのお手当が足りないというところにししてるんでしょうかえとです、ね、まず、先ほど野田候補がおっしゃられましたけれども、あの消費税の問題点としては、あやはり。 低所得の方ほど、本当に生活、日常の中で大変な思いをするということ、だから給付付き税額控除ということで、中低所得者のみに戻しができるようにというのは一つの考え方ですね。同じような効果を持つのが、やはり食料品の軽減ということであって、大きな買い物、車だ、土地だ、家だということについては、それは対象にならないけれども、日々のパンだ、米だ、スープだ、ソースだとかいろいろですね、そういうものについては、 ああこの給出税額控除と同じ並びぐらいの、ですねやはり低所得者向けの効果があるというふうに思います。で私あの、次元的かどうかということで言うと、ですね次元的な場合の難しさっていうのは、いつ発動していつやめるのか、またそこに対する手間や負担ということも考えなきゃいけない、これ、事業者側の負担もそうです。でそののでは今日これあの 国のね、財務省のデータなんですけれども、そもそもその所得、消費、資産等の税収の構成費というのを見ていくと、やっぱり昭和の時代から平成にかけて、ずっと消費税が一貫して伸びてきて、所得税と法人税が下がってるんですよね、こういう構造そのものを変えるという意味では、私はまあ次元というのは相当難しくって、やっぱり恒久的にこの直感比率をどうするのかということを、ちゃんと党として、えー、議論して、政府とも議論すべきことだと考えてます。なるほど。 あの食,食料の税金をだから消費税をゼロにしようということなわけですね、要は恒久的にね、そうすると、あのまあ、フォアグラやキャビアにもね、かけてる税金はゼロになると、米もゼロになると、でこれは逆に不公平だと、こういう議論にまたなっちゃうわけですよね、そこはいい,いんですかかつて、物品税のこの時もそういうこと言われましたよね、うん、じゃあ、その食品で作ってるけども、食には、あ食、供さないものはどうするんだとか、いろいろありましたよね。だけれどもやはり 中低所得者の方々には、別にそんな小難しい高級品の話をしているんじゃなくて、やはり日々のものが課税対象がどうかということが大きいわけですから、やはりそちらの観点で考えるべきだと考えています江戸野さんはいかがでしょうかあの、次元的な経済対策として消費税率をいじるというよりは、中長期的なあ税制の在り方として、定額、税額控除を考えた方がいいと、こういうご意見なんでしょうか。 はい、あのまあ中長期的には、元自然の方が間違いなくいいと思っていますし、そから複数税率の問題は、これを維持、拡大すれば、ですねインボイスが中小零細事業者に今、多大な負担をかけていて、これ、複数税率だからやらざるを得ないんですよ、早くインボイスをやめないと、本当に中小零細事業者は困ります、これが一つの大きな問題です、複数税率の。もう一つはですね、確かに今、インフレ、物価高で、ですね食料品で、低所得者の皆さん困ってますが、 今、その物価の上昇って3%とか5%とかというレベルでない、10、20、30下手すると、2年前から比べたら1.5倍とか、ものによっては2倍なんですよ。消費税下げても、焼け石に水で、むしろ中低所得者の皆さんに財源をしっかり確保して、給付をすれば、それは例えば所得のない方でも、あるいは 消費をしている額を超えるというかですね、あの、その食料品の値上がりの率に見合っただけですね、本当に困っている方には給付できるんですが、消費税では本当に20%物価が上がっているのに5、5%消費税下がっても焼け石に水だと。だとしたら私は給付で低所得者の皆さんをしっかりと支えるべきだと思っています。 一つ確認したいんですけど、今、複数税率が問題なんだとおっしゃいました、中長期的には税率の一本化をすべきだということなんですかすあのでインボイスをやめることが大事だと思ってます、現場にものすごい負担かけていると私は思います、中小零細企業に、はい、野田さんは消費税の考え方、経済対策なのか、長期的な税制改革なのか、そしてもう一つはその給付付き税額控除のですね具体的なイメージというか、ですね複雑さというのはあると思うんですけど、どう描いてらっしゃるんですか。あの私は 税制全般を見直す中で消費税の扱いをどうするかという大きな議論は、これからも丁寧にしっかりとやっていくべきだと思いますけれども、例えばね、食料品上がってるから消費税で対応しようという考え方は、食料品引き下げるための努力はまだいっぱいやられることありますよ。例えば、米大変じゃないですか、今。えらない高いでしょ。そそななっっったたら備蓄前放出しろととかねうういいい具体的なことをいっぱいやった中での 判断の中でね、まあ、一つの検討材料と否定はしませんけれども、でも基本税率を下げる、そのことによって税収が落ちる、それをこうあ私は一回下げたらね、戻すのもものすごい大変だと思っておりますので、だから私は経験にそれでいいですとは思いません、あの食料品下げるためのいろんな努力を持ってやるべきだと思っています。で給付税学もあのいわゆる例えば、えー 資産との関係がどうなのかとか、生活保護の関係がどうかとか、ちょっと制度としてはよく詰めるべき論点はありますけれども、方向性としては私、枝野さんがおっしゃったとおりだというふうに思っています給付付き税額控除の方向性というのは、えー、定額なんですか、定額控除なんですか、あるいはそれぞれの消費に応じた定率控除をイメージされてるんですか消費をして、あの納めた税金が基本的には還付をされていくという構図にしていくということ。 その他の経済対策ですけれども、えー、ガソリンの補助金が年内に切れる、それから電気、ガスも3ヶ月限りということになっています、えー、これの、この後どうすべきかということですね、それからもう一つは、岸田内閣が、まあえー、所得支援ということで、定,定額減税、ね、所得税減税を行いましたけど、えー、再度の所得税減税の必要性があるかどうかについて、ご見解を伺いたいと思います今度はじゃ野田さんからお願いします。 あの定額減税ね、実施されましたけれど、すごく評判悪いんですよね、この物価高の時に賃金が追いついてなかったら、筋割れの減税でも喜ぶ国民はいっぱいいるはずなのに、はずなのに、残念ながら評価するという声はほとんどなく、6割から7割は評価しないでしょ、これこそまさに辛楽も立たずという危機的な状況だと思ってまして、減税ですら、 政府を信頼されるとダメでましてや防衛費の増税だとか、少子化対策の負担増なんていうことは、国民、受け入れられるわけないんです、減税の制度設計も、よほどね、納得性のあるものじゃないと、私は意味がないと思ってますんで、よく練ったね、制度設計をしていくということが基本だというふうに思っています江永さん、いかがですか、所得税減税、もう一段必要じゃないですか。 あのガソリン価格や電力料金などをですね抑えるための支援、これはあのさらに強化して現状でやらなきゃいけないと思ってますし、ガソリンこそですね税でできると、税で大幅に下げられるのになんでこっちをやらないのかと。 で減税というのは、上がったときには国民生活や消費に打撃を与えますが、実は減税がどれぐらい経済を刺激するか、あるいは家計を助けるか、少なくとも心情的に、というと実はあまり効果はないというのは、今回のことで明らかになっています。私は同じ財務を使うなら給付の方が早い 今回だって定額減税じゃなくて、同じ規模で中低所得者に集中した減税をす、あの、給付をすればよっぽど早いんです。ですから私は税よりも、こうした緊急事態における、うんえー、困っている方を支えるという下支えは、給付でしっかりやるべきだと思っています。泉さん、どうでしょう。はい。私も、あの、枝野さんと同意見でして、あの、昨年もですね、岸田総理がその、定額減税を決めたときに、 我々は給付でやった方がずっと楽だし、えー、ちゃんと国民に届くということを散々言ってきて、しかし総理は、自分の減税がちゃんと国民の明細書に書かれるようにと、ある意味、押しつけがましく、 成果を出したくってやったということですから、やはりあの減税は私はやり方が間違っていたというスタンスを持っています。まあ、そして、あの減税や給付、これは国民にとって本当にありがたい、その一時一時をしのげることではあるかもしれないんですが、ガソリンから、そしてエネルギーから、そして税から、 場合によっては社会保険料から何でもかんでも下げるといえば、それはつじつま回わなくなるわけでして、そここそまさに政府が責任を持って、トータルで考えなければいけないことだと思っていますので、やはり立憲民主党単独政権なり、年立政権の中でしっかり協議をして、ですね実質賃金が上がるようにと、賃上げも進めていくし、そして国民の可処分所得がしっかりと物価高を上回るように、ですね我々として手当てをしていくということを考えます。 吉田さん電気、ガスへの補助金、ガソリンへの補助金、続けるべきでしょうかこれですね、あのこんな声をいただきました、車、これは北海道ではあの必需品、でも東京、私は地元、杉並なんですけれども、車を乗れる贅沢品、えー、同じ補助でいいのかと、これ、地域によって生活を支えるインフラであれば、そこに、 何らかのプラスがあってもいいんではないかというような声をいただきました、私はこれも含めて検討すべきかなというふうに思います。そして、定額減税に関しては、これもちょっと皮肉を込めて申し上げてしまうんですけれども、中小企業の経理担当者、その方々が総動員されて、給与明細に定額減税の、あの 学面を書くとそれもそのご家族の体制が変わったりするので、えー、ヒアリングもしなきゃいけない、その経営者の方、言ってました、なんで自民党の政策のために、うちの経理担当者の時間が取られ、その分の給与を払ってるのは私たちだと、なんでこんなことをしなきゃいけないんだ、こういう現場の厳しい声をいただいていますので、えー、ここは私は是正すべき、給付にすべきだったというふうに思います。 私のの方から最後の質問は原発についいいてお伺いいたしますまず原発政策で最終的には原発をゼロにするという目標を掲げ続けるべきだと思われている方は手を挙げてください3人ですねではもう1つ質問させてください近々のテーマである再稼働ですね特に焦点なのが東京電力の柏崎刈羽原発の7号機ですこの7号機の再稼働を認めるべきだ少なくとも検討すべきだと思っている方は手を挙げてください 泉さんゼロを目指しながら再稼働はしたした方がいいと、これだと進まないんじゃないですか進みますね、確実にあの。改めてになりますが、私は原子力発電所というのは、安全対策の審査、地元の同意、また避難計画、こういったものが全部満たさなければ、あ当然、稼働はできないものだし。 東電にミスが相次いでいる状況ですから、これはある意味、残念ですが、自業自得のところがあります。そこを緩めてはいけないということですね。しかし、全てをクリアしたものに関しては、それは動かすというのは、しかるべきあって良いことだと思います。私は常に言うのは、立憲民主党は、高い目標、高い理想を掲げる政党でいいと。しかし、掲げるだけでは何も変わらないと。実現もしないと。だから、ゼロが先に来るんじゃなくて、そうであれば、 何より立憲民主党が再生可能エネルギーと再エネと蓄エネこういったものに力を入れて、現に原発がなくても良い社会を作らなければ、それは原発は動き続けるわけですね、その現実をちゃんと見て、立憲民主党は歩むべきだということを訴えています、うん、吉田さん、いかがですかはい、あのー、私はこう思うんです、できないと言っていたらいつまでもできない。 でえー、原発のない社会を目指す、これは立憲民主党の当事でもあると思います、でその中で、えー、新しい産業や技術革新、この再生可能エネルギーに関しても、その危機器はほとんど輸入に頼っています、ここから私は変えたい、本当に日本初のイノベーションを生んでいくための、だから教育というところに、私はやっぱり行き着いているということです。うん えー、野田さん、えー、総理として、えー、難しいハンドリングを迫られた記憶もありだと思いますがどううでしょうあの私の時に、2030年代後半までに原発ゼロを目指すと、そのための政策の総動員をするという決定をしました、それは当時の政府内、党内のぎりぎりの一致点でまとめた内容だったと思います。でその後ですね 例えばあのデジタルなどの需要などもあって、電力の需要が常に右肩上がりであることとかですね、再生エネルギーを力でいくのはもう当然だと思うんですが、その普及の進捗状況などを考えると、ゼロという目標が党として掲げていますけれども、私は今回の公約では、再生エネルギーの代替的普及も含めて、だけども、原発に依存しない社会を実現するという表現に していますあの。これは現実的な対応で、私は多いの,、e、の3号機、4号機を再稼働させて、え極めて厳しい官邸がいつも手応えに囲まれる経験もしていますから、いろんな経験をしています上で、理想を掲げながらどうやって現実政策を進めるかという立場でいきたいというふうに思っています江田野さんは、あの東日本大震災の時に官房長官という役もおられましたけれども、はい、どうすべきなんでしょう。はい あの私もあの原発に依存しない社会を目指すということの方を強調した方がいいと思っていて、あの実は再生可能エネルギーは、日本が立ち遅れているので、世界の水準から考えたら、コストも含めて、ですねしっかりとした蓄電、その蓄電は、例えば一旦水素に変えるなどということまで含めれば、あの十分に国内、再生可能エネルギーで近い将来に賄えます。ででですすすので依存ししないことはぐきますただし 既存の原子力発電所の廃炉であったり、使用済み核燃料の処理であったり、あるいはそれを担うための技術者の育成であったり、こうしたことは多分百100年単位なんですよ。 ところが、ゼロを目指すと言ってしまうと、そこのところに誤解を招いて、明日にでもなんかそういったものが全部なくなって、すべて安全になるかのような誤解を与えるなと。私はそこは気をつけるべきで、実はゼロを目指すという問いには、ちょっとためらいながら手を挙げました。実は、頼らない社会は早期にできると。ただ本当に原子力のリスク全部なくすためには、相当な時間とエネルギーがかかると。そして、柏崎刈羽について聞かれましたが、実は野田総理の下で再稼働、 あの原発事故で全部止まった後の最初の再稼働を決めた経済産業大臣は私です。あの時は電力需給が逼迫して、ブラックアウトが起きるかもしれない、そのブラックアウトのリスクを考えたら、それは原発事故のリスクをあ,ある中でも、再稼働がやむをえないという判断をしました。ですので、必要性という要素もしっかりと考え、それから例えば住民の理解ということも考え、なおかつ当然の安全性ということの中で、私も、 あらゆるものを全部使い続けない再稼働は一切認めないという立場には立たないだけど柏崎刈理が今必要な例えば必要性があるのか住民合意があるのかということを考えると先ほど手を挙げませんでした、うん、これ<あ>ダメですかね <laughs> ありがとうございました,たはいじゃあいましもしい<あ>どうしてし教えてもらえこれせっかくの討論ですんでね僕あの枝の。 さんにお伺いしたいなと思ったのは、ある意味、立憲民主党の合流の時には、やっぱりこの原発ゼロという言葉が随分と話題になりました、公寮 <laughs> にどう書くかということの中で、それは立憲民主党の側からある意味、求められたことでもありました。 だけれども確かに私もゼロということは掲げ続けていいということで手を挙げましたけれども、一方では、それは確かにその目標は目標でも、公寮に書くかどうかというところは、よく考えた方がいいというのは、枝野さんと同意見であると思っていて、いやその辺枝野さんがあのそこは公寮にはやっぱり書くという姿は、この党としては変えてもいいんじゃないかと思っておられるのか、まあ、そこはもしよければお答えいただければなと思って <laughs> いいですか、答えて。はい あのー、今申し上げました通り、ゼロという言葉がきついもんですから、明日にでに全部なくなるかのような誤解を招くという意味で、できるだけ使わないで、えー、原子力エネルギーに依存しない社会という方、同じ意味ですが、使うべきだと思います。一方で、で。を変えたら、ここれはこれは 諦めたのかっていうミスリードになると思いますので私は考慮をこのままにしてですがやはりゼロという言葉よりも依存しない社会ということを我々は強調して訴えていくべきだし説明するべきだと思っていますはいありがとうございましたここで委員会あります,すまはい次は社会保障についてお伺いいたします、えー、高齢化が進み医療や介護のあの費用もどんどん大きくなってきていますあの この負担をどう分かち合っていくのかあのサービスを削るということがえ難しいのであればあのしっかり誰かがどのような形で負担をしていくのかその辺りのビジョンをお聞かせいただければと思いますではあのまず野田さんからお願いいたしますあの野田政権で社会保障と税の一体改革をやりましたその精神は国民が一番不安を持っているのが社会保障分野に集中しているとそれは老後の不安子育ての不安 その不安をなくして、社会保障のまさに充実と安定を果たしていかなければいけない、そのためには財源をいつまでも赤字国債に頼って、将来世代のポケットに手を突っ込んで賄っていくというやり方は持続可能性がないという判断から消費税を当てていくと、併せて財政の健全化を図るということをやりました、でその後、十数年、政権を離れている間に、残念ながら社会保障改革が、 進んでないんででなないすよね残念ながらもう一回だから社会保障のあり方というのも、医療、介護含めてね、全般的な見直しをして、そのための財源を、私は今、消費税、今、法律上も予算会計上も当てられていますけれども、その扱いをどうするかという大きな議論を、これから党内を挙げてやっていくべきではないのかなといいううふうに思いますでは、エラドさん、お願いいたします。はい あの社会保障の負担ということ自体が、私は財務省の土俵の上に載せられてるんじゃないかと思っていまして、ご承知の通り、実は今、いわゆる従来型の公共事業よりも、社会あの福祉関連の投資の方が、経済波及効果、大きいんですよね。 で特にですね、今、日本で足りないのは、介護職員や保育士さんをはじめとして、担い手が足りない、それは重労働の割に低賃金だからなんです。で、この国内の人件費に回した金というのは、ほぼ100%、しかも中低所得者ですから、ほぼ100%国内の、しかも地方だったら地域における消費に回るんですよ。 それは例えば直接消費税が、税収が増えることにもつながるし、何よりもこの30年、国内の消費が冷え込んでるから日本経済は停滞してきました。経済政策のためだったら借金してでも公共事業やってきたじゃないですか。もっと波及効果が大きいで、この社会福祉関連の人件費に充てる投資については、そこは負担ではなくて投資なんだという意識で、しっかりと充実させるべきだと私は思います。 そうすれば、その分ちゃんとこう戻ってきて、いい循環ができるということですねストレートにー100%戻ってくる話じゃありませんが、でも、消費が停滞してるから、国内消費に関連する投資も停滞してるわけですよね。 で賃金が上がらないから消費が増えてないわけで、経済全体が止まっている、その止まっているところを動かし出すところに、大きな力を与えることになるわけですから、私は波及効果も含めて、まずこれで2年、3年、税収がどれぐらい上がるのか、経済がどれぐらい国内消費が回復するのかということを見ながら進めていくべきだと思います泉さんあの、お伺いさせてください。はいあのななかなかですね その分野だけを見ていると、特に介護の経済効果なんていうのを語られることはないわけなんですけど、やっぱりあのちゃんとこの介護の分野で、えー、お金が回っていくようにしていかなきゃいけないと思うんですね。そうじゃなければ、例えば介護離職による経済損失ということを考えると、多大なものがあるわけですよ。介護が家庭の中に内部化さされれればされるほど 実は経済損失も大きくなっているという事実をやっぱり我々見なきゃいけなくて、そうすると、介護の社会化ということに、ちゃんと投資をして、そして働く人材に、これ、お金も増やしてですね。 私も国会議員になる前にデイサービスのスタッフをやっていたので、本当にみんな結婚退職をどんどんしていくという中であの仕事をしていましたから、まあ、その意味ではやはり介護人材が集まって、多くの方々の面倒をちゃんと見れるようにするために、その介護職員の待遇をやっぱり上げていくと。 そしてその職員たちっていうのは、大体地域で生活をしている方が非常に多いわけですから、その方々がまた地域で消費をするという経済の循環が生まれてきますから、これはこれもあの地域経済の活性化にもつながっていくので、そこはしっかり投資をしていくべき分野だと思っていま岸、はい、田さん、お願いいたします、はいあの。私はこの大きな2つの原因があると思ってまして、精神に対する信頼、これを社会保,あの保障に使いますというと本当に使われているのかと。 いいう国民のの皆様の疑問があると思います実際に本当に言ったように使われているならちゃんと負担するよっていう国民の皆様多いと思うんですよ。まずはこの政治の信頼の回復、言ったことをちゃんとそれに使っていると国民の皆様が思ってもらえれば、あの全然感じが違うのではないかなということと、そして少子化。 これが一番社会保障の不安になっています。労働力不足、そして、えー、消費のひよこみ、す、え、べ、ー、てこの人にまつわるところから始まっていると思いますので、根本治療としての少子化、これをしなければいけないというふうに思います。今、少子化の話が出ました。あの非常に今、日本、少子化が進んでいて、あの人口減少も進んでいます。えー 少子化対策がずっと大事だと言われながら、もう30年ぐらい来ていますけれど、えー、少子化対策、安心して海育てられるために、私ならこれが一番重要だと思われるもの、あえて一つ挙げるとしたら、いかがでしょうかたくさんありますけれども、やはり教育費に関して、子どもたちがどの地域でも、どんな経済バックグラウンドでも、やっぱり教育はその子の一生の財産になります。 それをしっかり国が提供できる、そういう体制がある日本なんだということが、私は大きいのではないかと思います。はい、えー、次はあの安全保障政策についてお聞きします。えー、先ほどの,あの野田さんの方から、ですね、あの穏健な発想を取りに行くと。 いうようよな発言がありました。やはりあの幅広い支持を得るためには、安全保障政策でどれだけ現実的な政策を出せるかというところが大事になってくるのかなと思います。えー まあ,あただですねあの立憲民主党の政策としては安保法制の違憲部分を廃止するというふうにしております。あのこれはあこれ会場からも質問があったんですけれどもあの集団的自衛権の行使これが違憲だと考えているのかそれぞれにお聞きしたいと思います。またあの憲法ですねあの自民党の方からその憲法改正の論議あ例えばあの自衛隊の救助明記ですとかまあ、こういった持ちかけ 系がございます。けれども、こういった国家の基本問題について、どのように臨んでいくのか、この辺りをそれぞれお聞きしたいと思います。まず、野田さんの方からよろしいでしょうか、はい。あの、集団的自衛権については意見である。その上で、えー、意見部分については、えー、廃止をするなど必要な措置を行うというのが、これは党として全体としてまとめた内容ですで、それを私も基本に置きたいというふうに思います。 その基本に添いながら、いざ政権を取ったときには、じゃあ、果たして立法事実として、そういう必要性があったのかなど、など、ホルムズ海峡の問題、よく政府が答弁で使っていましたけれども、そういうことも含めて、再検証をしていくということが基本的な姿勢であります。あのすぐ変えろと、すぐ変えると言わないと、第二自民党って、これもまたよく言われるんですけども。 そうじゃなくてこれはあの外交・安全保障だけではなくてね、自分たちが決めたこと、やりたいと思ったことでも、前政権からの、ね、流れの中で、やっぱり連続的にならざるを得ないことっていうのは、実際たくさんあるんです、特に外交とか安全保障っていうのは、極端に180度すぐ変えることはできませんので、今申し上げた線のもとに、基本的な方向性を私は考えていきたいというふうに考えています。 集団的自衛権の行使は憲法違反、明確だと思っています。ただ私、私、安保法制の議論の時から不思議に思ってたんですが、政府から,言ってきから出てきている具体的な事例ですね、まあ、あの一旦は広めのこと言われましたが、国会などで議論で詰めていくと、これまでの個別的自衛権の限界事例、あるいは武器等防護で全部説明できるんじゃないと、なんでこれを集団的自衛権っていうのって、ずっと不思議でした。現状でもそう思っています ですので、問題なのは、実はあの法律の方ではなくて、あの閣議決定がなくても、あの法律は相当分できたと私は思ってます。ですので、閣議決定はこれは政権取ればすぐにできるんで、で閣議決定はちゃんと本来のものに戻すべきだすぐに戻すべきだただそのことによって法律改正が必要なのかどうかは、しっかりと整理をしなければならないと思ってますし、まあ、私はまあ拡大解釈。 などのリスクがありますのでそうならないような修正は必要かもしれないと思っていますがでも違憲である状態は閣議決定を是正することによって私は現状ではほぼ是正ができると思っているし実際に今自衛隊あるいは米軍などとの演習などでやっていることも あの発動部分については別ですし、まあ、発動はどっちにしろ外の話で、実際には個別的自衛権の集団行使の場合でも必要な行動をしているだけですので、あれをわざわざ集団的自衛権と言ったのは、まあ、やってる感なんですよね、何か変わった、新しいことをやったということのために集団的自衛権と言ったりすぎなくて、従来の個別的自衛権と武器等防護できちっと説明して、今必要なことは現実的にしっかりと着実に進めてまいりますじゃあ、泉さん。はい あの二つの経緯があると思うんですね。あの安保法案が変わるまでの、従来の日本の歩んできた道、そして安保法案が変わってからの道。これは歴史は継続していますから、両方を見なければならないという、大変難しい問題だと思います。まあ、その意味で言うと、まず一つは、日米同盟というのは、いくら同盟であっても、お互いに何でもやってもいいし。 お互いいいいいに何でででででもももありだとととううののでできているものではないということですよねアメリカは日本に軍を置く、しかし日本はそれを受け入れるけれども、日本のできることは限定される、それがある意味私は偏武性とは考えていなくって、両国の事情によって、それぞれができることをやるという、その歩みをしてきたのであってです、ね、そういう意味では集団的自衛権はやはり違憲という考え方は日本の。 変わってない考え方であると思っています。で、その上で、アメリカとの連携、私は本当8月ですね、地震がなければグアムに行って、えー、在日米軍やその米軍の再編のですね、現場も見に行く予定をしていました。まあ、正面からアメリカと詳しいやりとりもさせていただいて、立憲民主党政権として、えー、この我が国の安全保障をしっかり守るという姿勢で、アメリカとも信頼関係を持ちながら、変えるべきものは徐々に変えていくという努力をしたいと考えています。 じゃあ吉田さんお願いします。はい、あの終戦的自衛権私も意見という立場でございます。えー、やはり日本はあ軍を持たない、専守防衛これ本当に基本に据えて、えー、誰の血も流してはいけないその立場でございます。えー、そして、えー、会見に関してなんですが2つございます。まずその今憲法9条の話があったと思うんですけれどもその。 改定を求める国民のの声があるのか憲法は国民のものです国民民ののもですから湧き上がってきた変えてほしいという議論、これからは逃げません、これはしっかり議論します、でもそうでないならば、それは為政者の側から出た論であれば、それは私は疑問符がつきます。そしてもう一つ、国民投票になります、会見の時に。この時に、えー、例えばイギリスの最近の EU 離脱の時には、リメイン・オア・リーブでした。 とても分かりやすい、二者択一。ただ、今回の議論されている会見に関して、国民の皆様が条文を見て、それをしっかり理解した上で投票できるかというと、いろいろなあ私は疑問が残ります、SNS の影響、それから条文のお国民の皆様への伝える期間、さまざまな課題がありますので、これは絶対に丁寧にやらなければいけないというふうに思います。はい。 あとあの会場からのやはり関心の高いテーマとして、ですね普天間飛行場の辺野古移設、これについて問う質問がありました、やはり、旧民主党かつての民主党政権で最低でも圏外という発言で、かなり日米安保を混乱させたことがありましたけれども、その当時の,その政権を担った野田さん、枝野さんに、えーまあ民主えー、立憲民主党の方針である辺野古の中心 えっとアメリカとの再交渉、このあたりについて、ご見解を伺いたいんですけれども。あの総理のときにですね、えーまあ、普天間の危険性を除去するために辺野古へ移転をするということを一生懸命、丁寧にやってきたつもりでしたけど、とても難しいい,あのいろんな話し合いであったということを、あ私も現実よく承知をしています。でその上でですね やっぱり基本原則というのは、やっぱり沖縄の民意をしっかりと踏まえて、そして交渉当事者であるアメリカとも膝つき合わせて丁寧に協議をするというのが基本であって、えー、それはあの日米地域協定の改定も含めて、基地の在り方を今申し上げたような姿勢の中で、丁寧にやっていくというしか私はないと思うんですね。で中止という話があるとすれば、まあ、それは私はですね少なくとも、 11月にアメリカの大統領選挙があるじゃないですか、どっちがなるか分かりませんけど、トランプさんかりですか、わかんないですけど、そういう人たち、相手の動向もよく見ながらね、交渉をどのようにやっていくかということを、慎重に真剣に考えていくというのが、私の基本的な立場であります。はい、いじゃあエダンさんお願いします。 私もあの日本にとって、日米同盟はあの基軸であります、堅持すべきだと思っていますので、日米関係を壊すようなことはできないと思っています。ただ一方で、私は基地以上にですね、あの最近の残念なあの暴行事件等も相次いでいるという中で、やはり違い保権と言われても仕方がないような地位協定の見直しについてですね、積極的に日本政府がアメリカ政府にアプローチをしている姿が見えていないと。 これは決定的に変えなきゃいけない。日本はアメリカの属国ではありません。同盟国ですから、こんな違い方権的な地域予定を見直すということはもっと強く言うべきだと思っています。その上で、辺野古の基地の移設問題については、まあ、あの、本当に長い経緯の中ですので、あの、軽々にこうできますという無責任なことを言うつもりはありません。しかしながら、アメリカの政権の どういう政権になるかにもよりますが、移行の、移行次第によってはですね、あの、対応は、可能性は十分にあると思っていますし、そもそもこの海兵隊の必要性とか重要性というのが、あの、東アジアの緊張は高まっていますけれども、海兵隊の必要性、重要性が本当に、特に沖縄に基地があることが必要なのかというのは、状況も変わってきています。そうしたことを踏まえた、丁寧なアプローチというものは、私は沖縄の皆さんに対する責任だと思っています。 ありがとうございました。はい、えー、っとそれでは最後の質問になります。えー、っとちょっとこれは挙手でお願いします。えー、っと選択的夫婦別姓はもうこれ全員賛成ということで、はい、よろしいですね。はい。えー、っと同性婚を認めるということにはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問です。あのー、今の自民党政権が招いている政治不信これを払拭するため。えー とまず政権を取ったら何をやるのか、えー、自民党とここが違うんだというところを、えー、一言ずつ手短いにお願いできればと思います、えー、と野田さんからお願いしますあの自民党は政治と金の不祥事に対してきちっとけじめつけていませんから政権交代でこそそれが実現できると私は思いますあの今日はポートから申し上げた政治資金規制法あれ大雨だと思っていますので抜本的な改革企業団体献金廃止パーティー あるいは政策活動費、こういう大玉を含んだ抜本改革を、実現を野党と共闘しながら迫っていくということを実現をしていきたいと思いますし、飲まないんだったら、そのたぶん参議院選挙の争点になると思いますよね。というぐらいの気合いを入れた対応をしていきたいというふうに思います。はいいさんお願いしますあのー 裏金議員やそれをかばっている政治家をですね選挙で落とすということ自体が一つのけじめだと思っていますそのためには我々が勝たなければならないと思っていますその上でやはり政治改革の抜本的な我々の 法改正をですね、飲ませるということ、それはあの野田さんがおっしゃったとおり、やらなければ参議院選挙の自民党は問われますよということを迫っていくということだというふうに思いますので、これはやらなければなりませんが、もう一つ、我々だから、抜本的に将来にわたっておかしなことをさせないためにということでは、やはり情報公開を徹底すると。 情報公開と公文書管理のシステムを抜本的に強化をすると、隠しごまかしできないんだということの仕組みを作るということは、私は直接的な政治改革の制度改正と同時に、ですねあのこうした腐敗事件を起こさないための仕組みとして、我々だからできることだと思って進めていきたいと思ってい政策活動費の10年後公開はありえないし。 やっぱり使途不明金は根絶するということを明確にやりたい、これがまず一つです。そしてですね、党首討論でも岸田総理に言ったんですが、岸田さんだけで2億円集めてるわけですよね。そんなもの真似できるわけないんですよ、普通の挑戦者が。我々の党だってそんな人いません。そう考えると、その上,上限をやっぱり決めていくべきじゃないのかと。 でこれはまあ集める方に上限というのは無理かもしれないけれども、一選挙区で年間使える額の上限を決めるくらいは、むしろ民主主義のあり方として私は正しいんじゃないかと思います。金持ちほど地元に金をどんどん投下できて、戦うとなれば、これは本当に立憲民主党、歯立たないです。だけども、我々はやっぱり公平公正なルールの中で、政権交代が起こる国にしたいという思いを持っているので、ぜひそういったルール改正もやっていきたいなと考えています。 はい、いありがとうございます。最後になります、吉田さん、お願いします。はい、これ、民間企業と同じように、当たり前のことをやればいいんです、領収書は全面公開、そして監査は、収入,だ収入も含めたすべての収入支出、このトータルの監査を行うこと、民間企業がや当たり前にやってることを政治がやる、これだと思います。 はい、ありがとうございます。ちょっと時間オーバーしてしまいました。まだまだ質問したいことはあるんですけれども、これで代表質問は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。えっとじゃあ伊藤さんお伺いします、はい。それではですね、今日の討論会、えー、まとめて締めくくりの発言お願いしたいと思います。簡潔にお願いしたいと思います。まず吉田さんから簡潔にどうぞ。はい、えー、今日はあ私があ政策の柱として掲げる教育 経済、そして国民生活の底上げ、えー、まだまだ議論が尽くされるところではございますけれども、その中心にあるのは、この日本に生きる皆さんの人のエネルギーをどう出していくか、戦後、日本は闇市から始まりました、世界的な企業はベンチャーから始まりました、もう一度、あのエネルギーを作っていく日本、それを私はやっていきたいと思います。野田さん。はいあの 私は昭和32年生まれで、昭和30年代、自分の家の食卓が、だん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 少しおかずが増えていったなという、ささやかな幸せを感じました。あんまり金持ちもいないけど、ど真ん中ぐらいの生活水準の人がいて、まあ、私はどちらかというと、中の下でしたけれども、今日より明日は良くなると、みんながそう思って頑張った時代がありました。で私はやっぱり中間層が、今日より明日は良くなるなと。 少なくとも持続可能な生活ができるなと思える国にもう一回作り直すというのが日本の底力だと思います。そういう日本をもう一回作り直すために全力で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。では、枝野さん。はい。日本の経済を象徴する言葉、戦後復興、高度成長、構造改革、アベノミクス、そしてこれからはヒューマンエコノミクスです。一人一人の人間を大切にして、その力を高める。 この三十年ほど人が切り捨てられる、そうした経済が日本の失われた三十年を作りました。私はこれからの新しい時代のビジョンを明確に皆さんに訴えます。ぜひ私と共に、一人一人が支え合い、一人一人の力を発揮するヒューマンエコノミクスを一緒に実現しましょう。それでは、泉さん、はい。一番苦しい時期を担ってきたということを言いましたけれども、だからこそ、実は私、泉健太に、 安定感と粘り強さがあるという、こととをぜひ知っていいただければと思いますあの今日議論になりませんでしたが、この拉致問題、あるいはジェンダー平等、これは立憲民主党として全力で取り組んでやっていきたいと思っています。まあ、私自身、就職氷河期世代でしたし、私はどっちらかというと下の中の家庭環境だったかもしれませんけれどでも幸せにこうして成長できたのは、社会インフラがあったからでした学校や地域に居場所があった。 これ本当に感謝しています。だからこそその社会基盤を作るということで、日本の国に恩返しをしたい、未来世代に恩返しをしたいというふうに考えています。はい、えー、ありがとうございました。あの十分にお伺いできなかった問題もあるかと思いますけれども、今後の代表選の論戦に期待していきたいと思います。えー、予定の時間は過ぎました。これで、えー、今日の討論会を終わります。後方の皆さん、会場の皆さん、ご協力ありがとうございました。